チェです。ビーチもあんまり良くはないですからね。はい、精密ライトは違いますね。違いますよね。0勝1敗、防御率 9.00。 8番の中村から。中村が言っていました、相川さんの代わりを務めている間、自分自身一番成長の手応えを感じたのはバッティングである。そうですか。はい、まあ、今までは来た球を、ね、ただ打つだけだったけれども、やはりキャッチャーとしていろいろ配球を見ながら、一球見送ってもスコアボードを見てカウントを確かめて次の球を読んでというようなバッティングができるようになりました。本人その辺は、自分自身の成長を感じているようです。そうすると来シーズンもっと楽しみになってきますね。楽しみですね。しかしこのアットバットはショートゴロ平凡、ワンアウト。あとは9番の三輪ですが、ヤクルトの残りの野手は福川、福地、飯原、3人残っています。3番の飯原、福地ですね。失礼。チャンスメイクしてほしいというところでしょうね。はい、これは、まあ、福地が出れば田中上位に回っていきますからね。田中広康、そしてちょっと先般になりそうな荒木が2番そうですね。ミレッジはまだ残っています。今もしマスビジョの周りのことがあれば飯原あたりが出てくるんじゃないですかね。はい、ヤクルトも総力戦です。スコアボードを見ますと、この9番の代打菊池の後はトップに返して田中広康、そして荒木、ミレッジ、ピッチャーの増口と続きます。打順です。11回裏、センターへ抜けるか抜けるか、抜けた抜けた抜けた、菊池意地の一打。まさにチャンスメイクです。詰まっちゃうんですけどね。うまくセンター弾き返しましたね。はい、ワンアウトランナー一塁。点差は3点です。田中秀康もつなぐことを考えるわけですね。いや、もう役としてランナー貯めるっていくしかないですからね。はい、荒木、ミレッジと続く、昨日おととい、いやその前の2試合に続いての3試合連発をミレッジに期待したい。ランナースタート、これはノーマーク。菊池は二塁に悠々進んでいます。ミーチェは全くランナーに意識ないですよ。ただ抑えだけで十分だと思ってますから。はい、ワンアウト二塁に変わっています。走るんだったらどうぞと。あ、見てる人はなんで走んだかなっていうのはありますけどね。ミーチェなんか全く関係なくてもバッター抑えることだけでいいと思いますね。認定は田中秀康に集中です。2球目は外に遠く外れた。3対3で延長戦に突入。11回の表、若い川端の右中間突破のタイムリーツーベースで3点を挙げましたオリックス。6対3、そのリードを守り抜くかミンチェ。アウトロー低め、2ボール1ストライクになりました。が先発でした。北抜きはね、まあほっとした顔してますけど、今平野と岸田の顔を映りましたら、ムスッとしましたね。確かにそうですね。ただなんかもう北抜きが投げていたのは随分遠い昔のようです。まあ、これね、延長で先発誰がしたっていうのがあると思うんです、はい、これまだ延長時間でね、3時間半でそれ以上ないんですけど、これ我々の現役で15回でやった時なんでね、先発誰だっけってよく言われたことあります。少しとも最初見ないと分からない、はい、覚えてないって感じですね。5球目バットに当てた、ミンチェ一塁を送ります。ランナーはセカンドそのまま。飯原です。
代打飯原です。小川監督告げました。ランナー二塁という場面、11回の裏、なんとか次のビレッジから回してほしいなって感じしますけどね。飯原が出てビレッジ同点スリーランという期待を高める三塁側レフト側ヤクルト応援団、アウトカウントは2つです。川端の殊勲の走者一掃のタイムリーツーベースが11回表飛び出しまして均衡が破れました。6対3、ツーアウトで飯原登場、ストライク先行のミンチェ。今は飯原はこう感じたんでしょうね。そうでしたか。シュートが入ってるんですけど、なんか入ってきてますからね。あーボールに見えたんでしょうかね、はい、それが中に入ってきました。これは外、ワンボールツーストライク。キャッチャーの斎藤はね、もう少しボール投げてくれ、ゆっくり行ってくれっていうのがあるんだけど、リッチがシュートが入ってるんですよね。甘く入ってきてますよ。あー斎藤として怖いなと思いながら、ね、はい、ヒット出してますね。内野ゴロ、ショートだ、一塁を送る、試合終了、延長11回、6対3。